皆さん、こんにちは。こんにちは。西山康平です。日和奈々美です。小次郎講師です。さあ、始まりました。小次郎講師のマーケット超特急。この動画は、11月8日金曜日、午前11時頃に撮影を行っております。はい。まずは皆さん、11月5日の前夜祭から始まり、11月6日の米大統領選マーケットライブ、ご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとうございました。いやー、6時間、となることかと思いましたが、はいはい、え無事走り切ることができまして。楽しかったですね。そうですね。はい で、開票状況だけじゃなく、いろんなアナリストさんからいろんな話聞いて、なんか勉強にもなる6時間ですごく有意義でしたね。はい。木、はい。はい、さんはいかがでしたはい。あの、同じマーケットを皆さんと生放送で共有する。うん、そして、あの、チャット欄とか X でたくさんコメントやメッセージいただいたので、それがすごく励みになって、うんうん、そのおかげで6時間走り切ることができました。はい、ありがとうございました。あま小次郎講師はいかがでしょうかそうですね。トランプさんとハリスさん、どちらが勝つかということではなくて、はい それに応じてマーケットがどう動くかってことにね、うんえー、特化した番組だったんですけど、はい、本当に皆さんから温かい、ね、コメントとかメッセージとかいただきまして、うん、我々としても大変楽しくやることができました。はい、ありがとうございました。あり,ありがとうございます。しかも番組中にマーケットも大きく動いていたので、はい、盛り上がることができたらと思、はいます。そす、はい。でその時はですね、トランプさんとハリスさん、えー、まだ聞 こう、ことは言わないですけども、ちょっとトランプさん優勢ぐらいで、まだ過半数をどちらも取ってなかったのですが、えー、現状況ではどうなっているのか見ていきたいと思います。お願いします。はい、えー、11月8日10時現在なんですが、トランプ氏が選挙人を295人獲得、ハリス氏が226人獲得ということで、えー、トランプさん、まあ、未だに優勢。 ということですね。優勢がもうこれは超えましたもんね。あの大統領は確定してるんですけど。<laughs> しましね。まだ残念ながら、すべての州でね、うん、最終的な結果が出てるわけではない。はい、しかし、トランプさんが大統領ということは決まりです。うん、はい。はい、そして同日には、上下院選挙も行われていましたね。うん、はい、こちら、11月8日、10時時点の結果なんですが、まず上院、共和党が議席を52人獲得、民主党が44人獲得で、残り4人となっております、うん。はい、ということはこれは上院は共和党が はい、決まりですね、はいはい。そして下院は共和党209人、民主党が197人で、残り29人がまだ決まっていない。うん、はいということは、こちらはまだどちらが勝ったということは決まってないんですけれども、はい、共和党が優勢なムードで今、進行してます。うん、ということは、大統領も上院も下院も共和党になるレッドウェーブになる可能性が出てきたということですね。いこで,ういうことですね今日は、ね、この話だけじゃなくて、はい その翌日から FOMC があるというね。うんはい、えこの一週間は本当にいろんな経済イベントがあって、目まぐるしい一日、一週間でした。はい、そのね、FOMC の話もしなければなりません。はい、よろしいでしょうか、はい、じゃあ FOMC の話に移っていきます。はい。政策金利は0.25%利下げ。これは予想通りですね。はい えー、結果として4.50から4.75%に、うんえー、政策金利がなりました、はい、前回一致の決定ということで、えー、予想通りですからこれ自体サプライズじゃないんですけど注目は12月にもう1回 FOMC があります、はい、ここで、ね、どういう利下げが行われるかということですけどこちらも0.25%もう1回利下げがあると、うん、まあこういうことでね、えー、サプライズとしてはないんですけどもね でも、ちょっとこの変化を見てもらいたいと思いまして、下の方に表を作ってまいりました。はい、この表はですね、Fedwatch という、ね、情報サイト。その情報サイトで、この、ね、12月にどういう金利になるかということが、可能性がどれぐらいあるかというパーセンテージを示しているものなんです。はい、現在の状態、昨日の状態、1週間前、1ヶ月前、ね。で、11月8日の10時段階です、ね。はい、1>, 1ヶ月前は、 この4.00から4.25ってのはダブル利下げですよ。うん、ダブル利下げの可能性がほんのちょっとあったけどなくなりました。はい、そしてこれはシングル利下げですね。シングル利下げの可能性が1ヶ月前は78.3%だったけども67.8%になりました。はい、ということはシングル利下げの可能性が一番高いんですけどもこの1ヶ月間の流れを見ると ちょっとそんなに利下げする必要ないんじゃないの、うん、というムードが少し出たっていうのは分かりますよね。はい、で、この4.50から4.75ってのはね、利下げなし、うん、現在と変わらずっていう状態なんですけど、はい、これ1ヶ月前は14.3%だったんですよ。それが23.8になり29.5になり32.2%になっているってことは、今、ね、利下げする必要がないという声がだん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 強くなってるってことですから、 まあ今現在はシングル利下げがあるとこのように私も思いますけどもちょっと流れとしてはねえ景気動向いろんなものを見て必要ないんじゃないのというような流れが出てるここら辺理解することが非常に大事ですで今回はパウエル議長の発言これも非常に大事でした、はい、じゃあパウエル議長の記者会見の主な発言、はい これ、日誌読んでもらえますでしょうか。はい。えー、まず、インフレ率は FRB が目標とする2%に向けて継続的に低下していると指摘。経済活動は引き続き、堅調なペースで拡大している。はい。 経済活動、今、いい感じだと。ねはい、で、インフレもそんなに問題がないということで、強気な発言でした。はい、はい。そして今後の利下げは会合ごとに決定。はい。これはもう当たり前の発言なんですけども、今まではまだまだね、金利を下げていきますよとかね、そういうことを言うこともあったんですけど、はい。まあ、これは、 おさま、おまりの文言ね、会合ごとに決定しますよということで、次回0.25%引き引き下げそうだというような発言はなかったです。ここからがポイントで、記者会見。実はね、一番注目されたのは、トランプさんがね、新たな大統領になりますよね。とすると、いろいろとね、FRB に対して注文つけてきますよね。はい。 で、そういった影響はありませんかという質問がありました。うん、それに対して、はい。はい。政権の影響はすぐにはない。ここら辺ね、若干言葉を濁してましてね。うん、すぐにはないって言ったらね、うん、しばらくしたらあるんじゃないかっていうね、ことを感じさせますよね。ですから、まあ、影響がゼロではないと。うん、そして、この、この最後の一文ですね。はい、これがもう我々にとってはものすごく気になることで、うん、トランプさんはね、自分が、 ね、大統領になったら FRB の議長をもうすぐ解任するとかですね、相当 FRB に対して自分の意見を聞くようにね、求めると。こういう話があるわけですけども、トランプ氏から辞任を求められたら辞めるんですかっていう質問がありました。それに対しては辞めませんと。トランプ氏から辞任を求められても辞める理由はありませんということを 力強くというかね、苦々しく言ってました。苦々しく、ね。で、一方、トランプ側ですけど、ね、はい、まあこのことが我々にとっては一番注目なんですよ。ね、トランプ氏が大統領になると、FRB の議長を介入するのか、うん、FRB に対して相当ですね、介入してくるのかどうかということですけども、それに関しては別の話があります。はい、トランプ氏の顧問の発言がありました。読んでもらえますでしょうか。はい はい。パウエル議長は任期満了26年5月までの同職にとどまれる可能性は高いと発言。ただし、トランプ氏が考えを変える可能性もあるとのこと。はい。こういう話なんですね。トランプ氏の政策顧問に記者会見が行われまして、はい、その中でね、FRB のパウエル議長、ね、すぐ辞めさせるんですかと。ね、こういう質問がありました。それに対して、任期は26年の5月まであるんですけど、はい、そこまで 続ける可能性が高いと。うん、と言った後に、ただし、トランプ氏が考えを変える可能性もあるっていうのは、まあ、すぐに、あるいは時期を見て、ね、パーフェクトダメだなと思ったらね、ね、えー、変える可能性があるということですけども、実際、大統領が途中で解任ができるのかどうかっていうのは、法的な根拠はあまりない。ということで、まあ、そういう話を出すとですね、はい、まあ、いろんな意味で揉めてくるでしょうね。 そういう不安もある。こういうことです。はい。はい。じゃあ、こういう駆け足でね、えー、いろんな事件の話をしましたけども、はい、チャートやっぱり見てみましょう。はい。チャートを出してもらえますでしょうか。はい、チャートが出てきました。これはいつも見てます。クリック株365のね、えー、銘柄です。左上が日経225、右上がニューヨークダウ、そしてね、イギリスの FTSE100、ドイツのダックスというね、銘柄です。はい。 でまずニューヨークダウンこの、ね、大統領選が終わった日大暴騰しました、うんはい、あニューヨークダウンだけじゃなくてアメリカ株は全て大暴騰した、はい、で通常アメリカの株が大暴騰すると世界が連動して、ね、大きく上がるとこういうことがある、ねうん、はい、ですねでまあそうじて上がってるんですけどもちょっとこのアメリカの、ね、株が大暴騰したのに比べると他のところの上げ方は たかが死れてるって感じがしますね。そうですね。それはやっぱりこれから先トランプさんが関税の問題で厳しいことを要求してくるんじゃないかと。はい、そうするとね、果たして特にヨーロッパですね、厳しい情正,正常に、えー、経済状態になるんじゃないかということで、うん、なかなかこれから先の判断が難しいという状態になっております。はい、ちょっと他の銘柄も見てみたいと思います。はい、はい、チャートが出てきました。はい、こちらのチャートは左上がナスダック100。 ラッセル2000、下が金、と原油になります。はい、アメリカがやっぱり強いですね。ラスダック100も急騰しました。特にラッセル2000、小型株です。小型株が急騰しました。はい、ということはアメリカは全市場が買われてる。トランプさんを歓迎している歓迎ムードがアメリカではね、感じられます。はい、で、一方、コモリティの方ですけども、金が下がってきました。 ね、金が下がってきたってのは、やっぱりトランプ大統領でドルが強くなると、こういうムードがありまして、ドルが強くなると、ね、その逆走感として金が売られてくるということですね。うん、原因は横ばい状態。上がったということもないし、下がったということもない。安値で揉み合ってるという状態が変わっておりません。まあ、そうじて言えることは、ね、はい、アメリカは これから先株が上がりそうだというムードがね、漂ってる。その恩恵を世界が、日本が受けられるかどうかってことが大注目ですね。はい。以上です。はい、ありがとうございます。 はい、トランプ氏が当選したということで、はい、株高円安に一気に動いたわけですが、うんはい、これは一時的な動きなのかそれとも例えば年末頃まで継続しやすい動きなのか、うん、小次郎講師はどのように考えていいらっしゃいますか、はい、私は、ね、基本的には継続しやすいと思っているんですけども、うん、リスクとしては日本はこれから先利上げをするかもしれない。うん 年内に利上げをするかもしれないという可能性が残ってるわけですね。で、アメリカは先ほども言いましたけども、ね、今回利下げをしました12月も利下げ、少なくともシングル利下げはあるだろうということですから、金利差がぐっと詰まってきますね。うん 流れとしては円高になりやすいんですすよ円高になりやすいってことは株式市場にとってはちょっと若干ネガティブとということもある、はい、ですからそういうような、まあ、若干のリスクはあるんですけどもそれにしてもアメリカの経済がどん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 にぎわっていくんであれば日本の株も上がっていくんじゃないかと私は見ています。はい ありがとうございます。ありがとうございます。その、最後の FOMC で、利下げが何回あるのかっていうのは、やっぱり12月の雇用統計が大きく影響してくるんですよね、はい。そうですね。12月の雇用統計が非常に影響すると思います。今回、雇用統計が若干悪かったのは、はい、あくまでそのハリケーンの問題とか、一部企業のストの問題とか、はい、そういう影響を受けてましたんで、んあんまりそんなにびっくりするような話じゃないんですけども、はい、数値としては悪かった。はい、12月の雇用統計が注目ですね。 はい。はい、11月第1週の様々な重要な経済イベントを乗り越えましたので、うんはい、ここから先は少し心落ち着いてトレードできるかもしれません。投資にかかる最終判断を皆さんご自身で行っていただきますようにお願い申し上げます。はい。そしてトランプラリーと呼ばれるものが発生してくるのか、今後もマーケット注目していきましょう。それでは今回はこの辺りで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。